デライノ・ラモント・デシールズは、アメリカ合衆国デラウェア州、シーフォード出身の元プロ野球選手、野球指導者、右ト左打。2019年シーズンより、MLB の新品ティレッツで一塁コーチを務める。現役時代は、MLB で13年間プレーし、通算463盗塁は、歴代44位を記録している。息子のデライノ・デシールズ・ジュニアは2010年の、 MLB ドラフト一巡目で、ヒューストンアストロズに入団した。現在はレッツに所属しており、選手とコーチの関係である。高校時代は、バスケットボールのポイントガードとしても名を馳せ、ビラノバ大学から奨学金を提示される。1987年の MLB ドラフト一巡目で、モントリオールエクスポズから指名され、野球選手への道を選ぶ。 1990年4月9日のセントルイスカージナルス戦で1番2類種として先発出場しメジャーデビューを果たした。1年目からレギュラーとして44盗塁を記録し、ナリーグの新人王ではデビッド・ジャスティスに及ばなかったが2位の得票数を集めた。エクスポズではデビューから4年連続で40盗塁以上を記録していた。 1993年11月19日に、ペドロ・マルティネスとの1対1のトレードで、ロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。デシールズは、ドジャース在籍の3年間で、通算打率、241と不審だったが、マルティネスは後に九死に名を残す、大投手に成長したため、このトレードは、ドジャース史上最悪のトレードとして語り継がれるようになった。 1997年からは FA でカージナルスへ移籍した。その後、ボルチモアオリオールズ、シカゴカブスと渡り歩いた。2002年を最後に現役を引退した。主要タイトルやオールスターには縁がなかった。野茂秀夫のメジャーデビュー時の同僚であり、1996年9月17日のロッキーズ戦では二類種として野茂のノーヒットノーランに関わった。また、 オリオールズ時代の2001年4月4日に、レッドソックス所属のノモが2回目のノーヒットノーランを達成した際には、最後の打者となった。2011年からは、新シィシレッツ傘下の A 級、デートンドラゴンズの監督を務めた。2012年で退任した。2012年12月12日に、A 級ペンサコーラブルーアフーズの監督に就任した。 2014年に退任した。2014年12月1日にトリプル A 級ルイビルバッツの監督に就任したことが発表された。2019年シーズンからはレッツの一塁コーチに就任する。ありがとうございます。